はい、青春秘密基地青葉です。今回は昭和劇場さんの方にお邪魔してきました。こちらは外観からね、かなり昭和レトロな雰囲気をね前面に出しているお店となっているんですが、外の方にはペコちゃんの放浪の看板や昔懐かしいガチャガチャなんかもね外の方に展示されています。ではね、ちょっと早速中の方を見ていきましょう。見てください、この店内の雰囲気。もうパッとね、一歩入った瞬間からもうそこは昭和レトロにタイムスリップしたかのような、この懐かしい雰囲気、また照明のね明るさ加減もちょうどいい感じの照明で、なおかつねやはり放浪看板や様々なものがね、昭和レトロのものがねこだわりにこだわり抜いたものが陳列されていて、非常にね心地いい空間になっているかと思います。こちらね本当にね貴重なね放浪看板の方が所狭しと飾られています。自分も見たこともないような放浪看板もありますし、定番のね人気のグリコとかね、やはりオルナミン C とかそういった定番の放浪看板もあって、非常にね落ち着く空間になっているんじゃないかなと思います。またその店内の雰囲気なんですけれども、昭和レトロなポスターもたくさん飾られています。やはりこれも全てねオリジナルのもので、カラーコピーとか複製品ではなくオリジナルにこだわっていますね。ただね店内で飾るということもあって、ラミネートしてねダメージがね広がらないような状態で陳列されているのもお店側としては非常にいいんじゃないかなと思います。またこの天井関係ですよね。自分もねちょっと秘密基地の方でいろいろ展示してるんですけれども、やはりこのね天井関係のディスプレイの仕方が非常にうまいなと感じました。昭和レトロののれんとか販売促進用のね当時のポップなんかもね天井から吊るさげられていて、非常に、ね、天井の部分っていうのはどうしても寂しくなりがちなんですが、この辺のディスプレイの仕方によってね、かなりこのごちゃごちゃとしたね雰囲気がね、自分としてはかなり心地いい雰囲気を醸し出してくれてますよね。笑って話すってね非常にいいキャッチフレーズにもなってますし、またねこちらのお店なんですけれども、おじさんとおばさんがね夫婦で営まれているんですが、またねそちらのおじさんとおばさんのキャラクターも良くて、まさにね笑って話がねこう絶えないようなお店の雰囲気になっています。自分もねこちらの食堂の方では、やはりこの昭和レトロの話だとかお店の話なんかもねいろいろお話できて、非常に楽しい食事の時間を過ごすことができました。またこちらの方ではチャーハンとかカレーとかね定番の商品もありますし、昔懐かしのねもんじゃ焼きなんかもできるので、そういったね味のこだわりもかなりシンプルなんですけれども、素朴な感じはするんですが、非常にね非常に美味しい食事と値段の方もかなりねローコストになっているので、入りやすいお店になっているかと思います。また近くには高校があるために、高校生なんかも立ち寄って食べれるような価格帯になっているのと、また地域の小学生のためにもね駄菓子なんかもこちらの一角を設けて販売されているのも、非常に子供たちのことも配慮した良心的なお店なんじゃないかなと思います。また夜の方は居酒屋としても営業しているようで、昼と夜とね、夜は夜で居酒屋の雰囲気としては非常にいい雰囲気になっているんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。